フラマウロの世界図の全体。現在の地図とは異なり、南が上になっている。北を上になるように地図を逆さにしてみたもの。アジア、ヨーロッパ、アフリカが描かれているのがわかる。フラマウロの世界図は15世紀中央にベネツィアの修道士フラマウロが制作した旧世界の地図である。フラマウロの地図とも呼ばれる。直径。 約2メートルほどの声援の用皮紙に描かれ、記枠にはめられている。15世紀後半に復興する、プトレマイオス地図学以前の、すなわち、中世の地図作成技術の偉大な記念。ポルトガル王は本祖母星の依頼で、フラマウロはこの地図の複製を、船乗りの地図製作者、アンドレアビアンコと共に製作している。1459年4月に完成して、ポルトガルに送られたが、 現存していない。この地図は、フラマウロが属するカマルドリカへの地図制作所があった、ムラーの島のサンミケーレ修道院で発見された。現在は、ベネツィアの国立マルチャーナ図書館の階段部分に収められているが、コンレール博物館からも、係員に申し込めば、東端の部屋からここに行くことができる。ローマ教区総代理であったプラチドズルラの研究以来、この地図は、 数々の地図学の専門家によって研究されている。2006年にはピエロ・ファルケッタによる肯定版が出ている。プトレマイオスの影響を受ける近代地図と異なり、ドーズはイスラムの地図伝統と同じく南が上になっている。フラマウロはプトレマイオスの地図を熟知していたが、それが不十分であるとドーズの中に次のように記している。私がプトレマイオスの 地理学には習わないとしても、彼を傷つけることになるとは思われない。彼の経線、遺線、あるいはその旅を見てみるなら、周辺部の基地である土地の外の土地の提示に関しては、プトレマイオスが多くの地方を知るさずに省いたことは必要なことであったろう。しかし、主に南から北への以前において、彼には、たくさんの未知の土地ラインカゲにたがあった。 彼の時代には知られていなかったのである。しかしフラマウロはプトレマイオスを通じて東方の広がりも知っていたので、それ以前には世界地図の中心に位置づけられていたエルサレムを中心から外した。エルサレムは確かに井戸から言えば人間が住む世界の中心であるが、軽度から言えばやや西にある。しかし西の部分はヨーロッパであるためにより人が密集して住んでおり、 それゆえに、空想考慮せずに、人口密度を考慮するなら、エルサレムは、経度的にも中心である。中世の学者の間では、一般的であったことだが、フラマウロも、しかし、円盤型の枠内に海に囲まれた大陸を描くという慣習に習っている。他方、世界の大きさについては、分かっていなかった。なおまた私は、周辺部についての様々な意見を見つけたものの、 それらを確かめることはできない。様々な考察や意見によれば、22,500ミリを、あるいは24,000ミリを、それ以上ともそれ、以下とも言われているが、それらは実験されているわけではないので、あまり信頼できるものではない。ミリオ・ミリアは、英語で言う、マイルにあたり、1592年までは正確に、規格化されてはいなかったので、ここで、意図されている大きさは曖昧ではある。 ドーズ内に記されている、居住地や山などの、その地種も重要である。ドーズのアフリカの南端部。1420年のジャンク船による探検が、船の絵と共に記されている。アフリカに関しては、比較的正確に描かれている。フラマウロは、アフリカの橋をディアブミサキと名付け、1420年、ゴロの東洋からの探検航海に触れながら、ここに次のように記している。 1420年頃、一隻のインドの船あるいは、ジャンクが、インド洋を渡り、男と女たちの島々に向けて、ディアブ岬を越え、緑の島々と闇を越えていった。40日の間、船は、西と南西に搬送したが、風と海の他には何も見つけられなかった。彼らの推定によれば、船は2000マイルほど進んだ。 やがて状況が悪くなってきたので、70日間かけて、前述のディアブミサキに戻ったという。この話について、フラマウロは、この遠征に参加していた、信頼できる出所からの情報であると説明しているが、この人物は、ちょうどこの時期に、インドのカルカッタにいた、ベネツヤの探検家、ニッコロダコンティかもしれない。この、アフリカの南端のあたりの島名には、ネベラ、マングラといった具合に、 アラビア語やインドの言語による名前が付けられているものもある。一般にはこれらの当初が前述の男と女たちの島々であると考えられている。マルコ・ポーロが伝えている古いアラビアの伝説によれば、この当初の一つには男だけが住んでいて、その他の島々には女だけが住んでいた。そして男女は婚姻のために年に一度だけ会うのだという。 その位置についてはよくわからず、フラマウロによる推定位置は多くの可能性の中の一つに過ぎない。マルコ・ポーロ自身は、そこトラ島の周辺と考えており、また、他の中世の地図制作者は、東南アジアのシンガポールかフィリピンの近くに位置させている。もっとも、この当初に関しては空想のものと考えるのが、普通である。フラマウロはまた、この話と、 古典古代のキュジコスのエウゾクソスのアラビアから南極海を経てジブラルタルへ至る旅の話によってインド洋は閉じた海ではないことそしてアフリカが南端を経由して一周できることを信じる至ったと記しているこの知識と同地図の海に囲まれているアフリカ大陸の描写はポルトガル人によるアフリカ大陸一周の航海を強く推し進めたのかもしれないドーズは 日本が描かれている西洋の地図としては最初期のものに属する。おそらく九州と思われる日本列島の一部がジャワ島のもとに描かれ、イソラでシンプギーと書かれている。ザでビルガの世界地図。ピエロ・ファルケッタが述べているように、この地図にはたくさんの地理学上の知識が反映されており、そのために直接の情報源を特定できず、実際に 現存する同時代の西洋の地図や写本には類似するものが見当たらない。このことは彼の地図の情報源の重要なものとしては現存する地図や写本の他にベネツィア人や外国人の旅行者による交渉の情報があった可能性を示している。ベネツィアはそういった人々が集まる地であった。交渉の情報に重きを置いていることは実際に 同地図の記述内から読み取ることができる。先行するデビルガの世界図も大まかに見るならフラマウロと同じように旧世界を描いていて、この地図もフラマウロは参照していたかもしれない。マルコ・ポーロの東方圏文録は特に極東地域に関しては最も重要な情報源の一つであったと考えられている。フラマウロはおそらくアラビア系の情報にも頼っていた。 そのことは南が上野作図法やアフリカの南東海岸の詳細な情報に示唆されている。ありがとうございます。